それではシンポジウムを開始いたしますまずは、えー、ライフサイエンス統合データベースセンター高木センター長より開会のご挨拶と趣旨説明を申し上げますおはようございますあの本日は、えー、シンポジウムにようこそおいでいただきましてありがとうございます、えー このシンポジウムの開会に先立ちましてどうしてこういう会を開いたのか特に私どもの主催しておりますライフサイエンス統合データベースセンターがどうしてこういうタイトルのシンポジウムと関係あるのかそのあたりの経緯を少しご紹介したいと思います。 この中にはあのライフサイエンスの専門家の方も多数いらっしゃると思いますけれども、えー、っとライフサイエンスにおきましてはこの絵に示しましたように、えー、っといわゆる情報爆発が起こっておりましてまたそれが、えー、次世代型シークエンサーというものの登場によりまして、えー、その拍車がかかろうとしております、えー、簡単にお示しますと、まあ、データ爆発ということで DNA の塩基配列が、えー、加速度的指数関数的に増えております また、このような状況に伴いまして、論文も非常に増えておりまして、メドラインというそのライフサイエンス系の文献データベースには約1900万件入っておりまして、年間に100万件ぐらい増えていくというような状況です。でそれ以外にも、えー、とオープンアクセス化ということで、フルペーパーがまあ利用可能になっている。 でこういう状況の中でデータベースもまたあの同じく爆発的に増えておりまして、えー、世界で1万ぐらい日本でも300ぐらいこれほんのメジャーなものだけでございますけれどもあるとこれをどう使いこなしていいかよくからないような状況になっております。 さあそれでこういうような状況の中で、えっと、ライフサイエンスがどういう状況にあるかと申しますと、えー、従来、研究者が頭の中で考えて仮説を立て、えー、まあ巧妙な実験でその仮説をせ、えー、検証するというそのスタイルからです、ね、いわゆるデータを先に取ってしまってそのデータの中から何かあ意味のあるものを探し出すというデータ駆動型に変わってきております。 で、このような中で、当然研究スタイルが変わりますと、国家プロジェクトのあり方も変わってまいりまして、多くのものがデータ算出しましょうか。データベース作りを施行した状況になっております。従来はその研究費が論文とか、まあ、特許になってたわけですけども、現在のライフサイエンスは研究費の大部分がデータに変わっているという状況にあろうかと思います。 こういうような状況の中で一方で逆に言ってみましたか、こういう傾向があるからこそデータの囲い込みが起こっておりますデータ駆動型ということでデータがあれば研究ができるわけですから逆にそれを囲い込もうというような動きになっておりますでそれが法人化とかバイドル法ということの動きになりましてある種正当化されているとでこうなってきますとどうしてもデータや知識が分断化断片化しているということになっています でこのようなライフサイエンスを進める上で非常に困難な状況が生まれておりましてライフサイエンスを効率的に進めるためには一番下に書いておりますように情報の共有とか活用ということが不可欠でございますでその場合に単に公開していると いうことだけではなくて共有したり統合することが非常に重要で、こういうような背景を受けまして、このシンポジウムの主催をしております、ライフサイエンス統合データベースセンター、DBCS と略称しておりますけれども、それがスタートした次第でございます。 さて、こういうような、そのライフサイエンスの状況の中にありまして、じゃあ今申し上げたようにデータを共有し、統合化を図るために何をしないといけないかといいますと、その一番上の方に書いてありますように、いろんな研究機関で出てきたデータ、いろんな種類のものがございますが、それらを集めてきて、それらを整理、編集し、それらをまあ統合的に横断的に検索可能にすると。で、場合によっては再配布するなりして、再利用可能にするということが必要になってまいります。 私でもこういうようなことをやり始めまして、最初はそのそこにありますようにインデックスを作るとか辞書を作ればいいんじゃないか、あるいはデータベースの技術を開発すればいいんじゃないかということで、その技術的な問題をどう解決しようかということを考えてまいりましたけども、実はそういうようなことをやり始めますと、どうしてもそのデータの所有権でありますとか、データの著作権、あるいは、あいうような問題をどう制限するのか、あるいはそれをどう担保するのか、 というような、その技術的な問題以外の社会的、法的な問題を解決しないといけないということに、まあ、気づいた次第でございます。また臨床データにあり、 おきましては、えー、こういう問題とはまだちょっと違いますけれども、個人情報のプライバシーをどう保護するかということと、それを研究者で共有していくということをどう図っていくのかと、こういうようなことが、まあ、であの問題として浮かび上がってきたわけでございます。一方、これとあの並行いたしまして、内閣府のほうでも、えー、調査研究が進んでおりまして、こういうようなライフサイエンスを進めるために、共有化のためのガイドラインが必要であるとか、受け皿機関が必要であるということが言われているわけですけれどもそれ、それをじゃあ、具体的にどう実現していくのかということが、ここ2、3年、まあ、問題になっております。こう なことを背景にいたしましまて私どもとしてはなんとかこういうものの,その研究者の間のまあ何と言いましょうか風土、えー、と言いましょうか文化をどう醸し出していくのかあるいはそのためのガイドラインをどうえ作っていただくように働きかけるのかということを考えてまいりましたけどもなかなかまああのいい手がなくてどういうふうにしようかと考えたところにちょうどそのレッシング教授がです、ね、この分野の世界的権威でありますレッシング教授が来日されるということを機会にですねシンポジウムをまあ企画しまして、えー、ここにいらっしゃる中山先生あるいは長尾先生も 快、えっと、くその。 このシンポジウムにご発表いただくことを賛同いただきまして、あの私から、あの主催者側から申し上げるの恐縮ですけども、非常に奇跡的に素晴らしいメンバーが揃った会になったんではないかと思います。今日あの一日あのございますけども、ぜひこのデータの問題を、これはライフサイエンスに限りませんので、タイトルはもう少し広く科学におけるということにしておりますけども、データの共有の問題をどう考えていくのか、そのような重要性をぜひご理解いただき、今後のそのガイドラインなり進め方について、ご意見を頂戴できればというふうに思っています。本日は 一日よろしくお願いいたします失礼します